はい、どうもおはようございます。2019年1月の1日昼の12時51分です。腹減ったんでパスタ茹でます。どうも。ダラダラしましょう。どうよ、みんなの2019年は。ダラダラしよう。正月だよ、正月。なんか1月予定あったっけ？
エンさん、かずみちちゃん、ことよろことよろことよろ、キザルさんいらっしゃい。おっかないね。なんでまたキザルなんだよ、渋いな。キザルなんだ。ことよろ、いい年にしよう、みんなで、みんなでいい年にしよう。カメオさん、ワドル、今年もよろしく。ステゴロさん、応援しとります。攻めで行こう、攻めで。もうステゴロ3暴れまくるよ。あのトレーニングとかちょっとあのワンツーみたいに時間割けないだろうけど、暴れまくってやろうと思ってるよ、最後だから。だからスポーツじゃなくてテーマは喧嘩。そう、俺の喧嘩、みやびさと俺の喧嘩、バッチバチに殴り合ってやろうと思ってるから。もう今回はボクシングルールだけど、ボクシングじゃねえから、もう乗り込んで喧嘩してやろうと思ってるから、最後だからね。赤い犬なん、カズミちゃんことよろ。赤犬かよ、なんで海軍なんだよ。赤犬さん、よろしくお願いします。どうも、青木地をしばいた赤犬さん、いらっしゃい。ちょっと俺はエースのことでちょっとあなたのこと恨んでるから、エースの件は許してないかんね、俺。ラインさん、そのまま倒れてください。まだ根に持ってるから。どうしようかな、どれにしようかな。ボロネーゼにしようかな。そらのすけさん、あけおめ。ああ、今日目、空之助。かわいいかわいい空之助、いらっしゃい。ことよろ。あれ？スポンジがねえな、どこだ。あれ？なんでスポンジでいいの？あった。あ、ラインになってる。デスラーさん、久しぶりに来ました。あ、ありがとうございます、デスラーさん。ワード2、今年もよろしくお願いします。久しぶりに来てくれた。ありがとうございます、風船ありがとう。だらだら過ごそうぜ、みんなでだらだら。正月いいね。なんか冬は学生とかさ、古い仕事で忙しかったリスナーさんとかも、なんか古い顔ぶれがいっぱい集まってきて面白いよ。結構ね、バタバタ生活変わっちゃったりするしさ、放送見なくなったりとかさするから、正月ぐらい見ようっつってみんな集まってくれんの、嬉しいよね。みんなで一緒に過ごそう。パスタ、パスタ、レトルトの。いや、それがさ、ふわっちがさ、あの承認制になっちゃったからお金下ろせないんだよ。マジで200円しかねえの。ありがとう、バーガーありがとう。所持金200円だから。
あのほら始まったじゃん去年、知らないか。去年ね、ふわっちがあのお金引き下ろすときに本人確認書類出さないといけなくなって、まだやってないんだよ。ツイキャスの方は本人確認書類やったんだけど、で正月休みだから、あの正月明けないとねお金下ろせない。でね、あのさ、税理士とかさ、誰か個人事業主の人いない？あの税関係ってさ、月いくらぐらいかかるの？税理士さんとかって。税理士でいいのかな？税金関連でいくらぐらいかかるんだろう？なんか専属で頼むと。超微妙なんだよね。なんか税理士自分でやってもいいんだけど、なんかどう思う？みんなはいくらぐらいからさ税理士さんとか使い始めたの？なんか領収書の仕分けとかもわかんないもん。自分でやった方がいいのかな。ドレさんはね、あ、マキル自分でね。じゃあほらマキルがさ教えてくれたさサイト良かったんだけど、有料じゃんあれ。自分でやろうかな。1万2万浮かせた方がいいよね。やっぱあれだよ、5、600万稼いでからだよな。いくらくらいかかるんだろう税理士って。月もう領収書渡すだけで全部やってくれるみたいな。3万ぐらいかかんのかな。マキルさん、税理士頼むと税金安くなるようにしてくれたんで、依頼料は免除するらしいよ。ああ、まあ節税スキーム持ってるんだろうね。どうなんだろう。まあね、で税金安くしてくれるっていうか、領収書をバンバン教えてくれるんでしょ。これは領収書で落ちるとかなんだかんだとか。まあそれが仕事だからね。自分でやるか。自分でやった方がネタになるしな。なんかみどりさんも税金ネタ毎年やってるしね。税金のプロだっつって。これでいいか。パスタ。マキルさん、領収書なくても経費落とせるけど、うん、その判断が素人だと難しい。難しいよね。もうあからさまなさ経費だって分かるものだったらいいけど、そのさ、なんかその税のそのなんだっけ、なんかさ微妙な判断のところってあるじゃん。そのなんだ、まあ例えばさ旅先の旅配信とかのさホテル代とかは落ちるけど、なんだろう、その資産の管理とか、あとバランスシートがよくわからん。もうなんつうんだ、そのバランスシート書けないから、まあ簡単なんだろうけど、一回やったら資産形状とかがよくわかんないんだよね。もういくらからとか、原価、あと原価償却だ、そうだ、なんか5年で原価償却するとかあるじゃん。全然わかんないよな。まあ自分でやって覚えてもいいんだろうけど、
何かに専念するんだったらもうプロに任せた方がいいんだろうね。もう10年以上やってるけど難しいよね。その手間をかける時間で本業がおろそかになるんだよね。そうなんだよね。いくらぐらいでやってくれるのかな。しかもさ、まあまあ今だったらふわっちとかでも税理士対応してくれるだろうけど、一昔前とか何言ってね、配信で稼いでるっつっても分かんないって言われてたからね。まあ分かんなくて普通だよな。まあ、YouTuber のおかげで今は多分普通に、なんだろう、いいんだろうけど、だからそろそろ事務所とかができるタイミングだよな。もう生主である程度稼いでるやつが会社作って、でそこで一括でやってもらうっていう。確定申告だけ単発で頼むと2、3万ぐらいだってかな。単発で単発で 2,3 万なの？安っ。そんな安いの？領収書ぶん投げて。金魚鉢さん、金が新年あー金魚鉢いらっしゃい、明けおめ今年もよろしく、いい年にしようね。そんなもんなの？単発で 2,3 万だったら全然いいじゃん。俺10万ぐらいかかると思ってたよ単発で。領収書ボーンって渡してもうやってくれんの？だったら全然やるんだけど。あ、税理士頼もう。 2,3 万を、あ、それで安いっていう判断ができる男はどうです。どうも。2年前3年前とは一味違う和道をお楽しみください。あ、そんなもんなんだ。領収書投げるだけなら税務署の無料相談コーナーに呼ばれる人もいる。おじいちゃんね。パワー系おじいちゃんね。パワー系の八百屋さんとかそういう系ね。ミニマリストアニサッカー。どうもどうも、まあさん、おめでとうございます。よろしくお願いします。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。今日限定？今年じゃないの？久しぶりにお邪魔します。おー、 MC いらっしゃい、おはよう。みんな正月だからやることないでしょ。マックさん 0.7 倍。今日かよ。さっきから今日多いし大凶出てるからね。ちょっとこれさ、よくないよね本当に。何なんだろうね、アンチが多い割合とかで今日が出やすいとかあんのかな。もう今日とか大凶ばっかりなんだけど、なんでのんちゃんが放送やってた時大吉とか出まくってたのに、おかしいだろ。ミニマリストアニサッカー、うわー、マジで MC 悪い、ありがとう、お年玉ありがとうございます。ありがとう、マーさん、いいね、ありがとう、ありがとうね。あんま無理しないでよ、稼いでんのかな。ありがとうございます。今日だと取り分減るんだよ。これダメでしょ。だから本当にギャンブルなの。マジでびっくりすんだよ。だからこれあのふわっちポイントじゃないんだよ。お金が減ってるの。本当にギャンブルなの、100円で。だから今日の割合が多いってことはダメでしょ。本当にあれだからね、あの収入に響くからね、このおみくじは。映画頑張りますよ、頑張ります、頑張ります。でもあのね、公開、映画の公開自体は2020年なのね。だから捨て頃が終わった後はもうずっと、うわー大吉ありがとう、10倍出たよ。10倍ありがとう、サンキュー。うわー大吉
してたよ。あざーす。だからあのね、実際は多分ね、1月2月とか撮影の練習、俺のスキルアップとチームのスキルアップで、チームのスキルアップで、捨て頃でしょ、その後で捨て頃が終わったらもうあのイベント系全部入れないようにして、スケジュールをで、もう映画の撮影開始とかもう本読み稽古とかが始まって、年末ぐらいから撮影だね。だあのもう本当に忙しいね、今年は。今年はもう下準備。うわあ、小吉ありがとう。微妙だよね、なんか大吉出したいよね。大凶もあるからね、大凶も。お、なんだ、3倍はなんだろう。一倍ありがとう。映画楽しみさせていただきます。映画自体はね、あの本当にマジで、あのなんだろう、うん、力入れてるかな。2年に1回、3年に1回のお祭りにしたくて、そのなんかこう配信会で、まあ、映画楽し本格的にやるのよ。その映画っていう体で、あの配信の企画的な映画じゃなくて本当に映画館借りてやるから。で、もう2年に1回、3回に1回配信者が集まって映画作るみたいな、こういうなんかビッグイベントにしていきたいから、結構そのもうこう、あのガチで俳優さんとかも入れていくし、スタッフ本当にあの映像できるスタッフだから、ちょマジで期待してて。マジでね、映画に関しては本気で力入れてるから。ただこけた時はもう本当にやばい、本当にプレッシャーが半端ない。っていうのも、あの結構ね、あの映画業界の人とかからフォローされてて、まさか映画行くと思ってなかったよ、マジでびっくり。でもさ、ほら MC とかさ、あれじゃん、俺ほら小学校の頃とかさ、カメラ持ってるって話とかしてたじゃん。あのカメラ持ってる小学生だったとかさ、昔話したじゃん MC で。俺実はさ、ほら スピルバーグが好きで、すげえ8ミリビデオとかずっと持ってたんだよね、ガキの頃から。だからもう夢叶えるなら最後のチャンスかなとか思って、年齢的にも、そう、国際映画祭ではないけど、でもなんかその映画業界のリスナーさんとかも実はすごく多くて、なんかそういうタイアップとかでさ、あのまあ合体して一緒に作ってもいいし、なんかそういうなんか面白い流れにしたいなっていう。で結構ね、最近やっぱその配信者で映画撮るっていう流れ、その本格的に今まであんまりなかったから、ちょっとね、あのなんかインディーズの映画の人とかから DM 来たりとかしてるよ。マジでやるんすかみたいな、ネタじゃなくてマジっすかみたいな。そうそう、だからちょっと面白い流れになってきたなと思って、だんだん良くなってきてるのよ。でもさ、あの思いつきで言ったはいいけどさ、まだカメラ買ってから4ヶ月なんだよ。そう、実はさ、もうさ、なんか結構1年ぐらい言ってる感覚でしょ。俺もその感覚だったんだけど、実はね、まだカメラ買ってそう写真撮ったりとか映像始めたから4ヶ月しか経ってないんだよ。だから結構ね、あれっていいペースで動いてるなって思うよ。意外と悪くないじゃん。あとはどこまでいけるかだな、本当に。まあお願いがあるとするなら、本当にマジで単館上映で、上映のそのお客さん3000人目指してるのね。3000人で、3000人行ったら何が起こるのかっていうと、スタッフさんにちゃんとお給料が払えるっていうことと、次回こじらなくて済む次の映画はこじきをしないで、
あの1作目の売り上げで2本目が作れるから、だからそしたらもういいかなと思ってるから、みんな来てほしいね、映画館に来てほしい。でトークライブもやるし、あの舞台挨拶もちゃんとするし、映画本編も楽しめるし、で配信者ね、いろいろ会えて、物販とかもあって、絶対来て、友達も連れてきて、家族で来て、本当に。で、あの単館上映とかで本当1000人とか数千人とかいったら話題になるのよ、結構。そうそうそう、そこでね、本当のそのなんだ、映画好きの人とかにも見てもらいたいし、配信を全く知らない人に見てもらいたくて、で今ね考えてんのが、脚本ありきのモードやろうと思ってるんだけど、ぜひぜひぜひ来てください。あのね、うん、2作目、要は今回の映画でやるか2本目でやるか、ちょっと今ね迷ってる部分があって、そのライブ配信者のことをそのままドラマにしようと思ってるんだよね。なんかそのライブ配信を知らない男の子がライブ配信をやって大手を目指すっていうストーリーって面白くない？でそれだったら、その今いるそのつながりのある演者さんがそのまんまのキャラクターで出れるじゃん。ヒカルくんとかさ、そのまんまでいいし、要は役を作り込まなくていいんだよね。配信映像は綺麗なイメージがあるよ、うん、映像はね、そうそうそう、ちょっとこだわりがあるかもしれない。あのラットを当てるっていう S ログっていうのを撮ってて、あのもともとね、ちょっとね特殊な撮り方をしてるんですよ。普通の撮り方じゃないの、うん。だからね、もしよかったらね、どうしようかなっていう、その脚本ありきで、要は俳優として、配信者が俳優としてやるのか、で もう一個のアイディアっていうのがライバーっていう映画で、そのライブ配信を始めて、その配信が何なのかを視聴、要は映画を見てる人に説明っていうか、その体感してもらいながら、その配信者の苦悩とかを書いたりとか、いいところ悪いところを載せていって、その臨場感がある、もう本当に見てる人が初めて配信をやる感覚でやるっていう。そう、まあ、ミニマリストあり作家さん、ドキュメンタリーヒューマン映画ですね。それだったらほら演技がいらないから、なんか過去に起こったさ、炎上とかの事件をオマージュしていってできるじゃん。もちろんね、あのバールでドアをぶち破るシーンとか盛りだくさんでやっていきたいんだけど鶴之進さんをゲストにお迎えして、会心の開けろやをやってもらおう。さん、わらわらわら、それ面白いじゃん、うん、ゆいださんにとか。ドキュメントはね、本格的にやりたいんだけど、やっぱね1本2本実績作ってからそっち側に行こうとか思ってるんだよね。あのね、ドキュメントはぶっちゃけた話いつでもできるんだよ。なんでかっていうと、カメラ1本あれば、気力さえあれば追っかけていくっていう、その自分との戦いだから、あれは。だけどなんであえて1本目難しい方にしたかっていうと、インディーズ映画ってドキュメンタリーすごく多いの。予算がかからないのと、スタッフが必要少なくて済むから。だから逃げたって言われたら嫌だから、要はいや映画監督っつっても、要はまあ当たり障りのないところ行ったでしょって言われたら嫌だから、だからちゃんと予算を組んで脚本書いて、演者もやって話題性もあってっていう、本当のメインストリームで勝負をしたくて、そう、それで今回みたいな感じでやってんのね。え、そう、ね、今ちょっと本当に頑張ってるから、みんなマジで応援して、ゆっくりゆっくりやっていくけど、2020年の本当2020年には公開できるようにマジで動いてるんで。餅食べた？餅食べてない
お食べてない食べてない。キャプテンスピルバーグ監督の初期の映画で激突っていう不気味なトレーラーとのカーアクションなんだけど、とても面白かったわら。へえ、見たことない、見よう。それこそね、映画見てダラダラ過ごしたいな、正月は。何本か。だからね、まあそのなんていうのかな、一本作ったら流れ変わると思ってて、やっぱりね、あの最初の1個が作れないっていうのがみんな悩みだから、1個作ったらさ、まあ2本目3本目って作れると思うから、だからいいものを作るっていうのはもちろん心構えとしてあるけど、とにかく作り上げるっていうことに今回コミットしてる。もうどんなに叩かれても、どんなに下手だって言われても、それはもうしょうがないから、うん、激突名作だ、みんな好きなんだ、うん。ねえ、昔は定番あったよね、あの釣りバカ日誌とかさ、うん。まあ日本映画はなんか昔が良かったよね、本当に。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、ゆあさん、今年もよろしく。ありがとう、来てくれて。まあだからその、うん、今回だからどっちで行こうかなっていう、そのライブ配信者そのまんまで行くのか、まあ俺がストーリー書いてありものでやるのか。でも一作目、そのあえてもその配信者そのまんまでやるっていうのはありなのかなとか思ってんだよね。そしたらそのなんだろう、演技指導とかそのあんまりいらないのかなっていう。なんかね、配信だけじゃなくて、こうやればできるんだぞっていうところを、こうね、配信者一般の人に知ってもらいたいよね。あ、こいつらただのニートじゃないんだっていう評価変えたいよね。だから YouTuber ばっかりさ、テレビ出たりさ、芸能人と絡んだりさ、なんかね、商品とタイアップしたりとかさ、嫌じゃん、なんか悔しいじゃん、俺らばっかり。いや、もうね、あの制作活動はずっとやってるんだけど、さっきスケジュール公開して、捨て頃が6月にあるんだけど、6月までは正直、あの俺自身がそのスポーツのトレーニングと、あと勉強してるのね、今現場に入らせてもらって、もうプロの現場に入らせてもらってるの本当に。で、その制作のこととか教わったりとか、あとカメラマンさせてもらったりとか、いろんな役割やらせてもらって、でその体感させてもらって、そう、書類の扱い方からもう一から全部教えてもらってんの。ガムテープのバミリ方とか全部で、その現場に入って、何回入ったかな、3回かな、現場3回で、もう一人の方は実際そのなんだろう、映画制作ももうビタビタにくっついていて、今ではその映画はやってないんだけど、映像制作のプロとして、もう1本の動画のギャランティー1000万とかの人に教えてもらってんのよ。そう、だからなんつうんだろう、その今は勉強、6月まではそのスタッフさん、要は自分のチーム、和道組っていうチームがあるのよ。和道フィルムっていうチームがあるんだけど、和道フィルムのトレーニングと俺自身のトレーニング、映画を作るためのスキルアップをしていて、で6月捨て頃終わってから
何が始まるのかっていうと、オーディション、脚本の完成、本読みの稽古で、来年も、今年のね末ぐらいから撮影が始まると思った方がいい、今年の末ぐらいから。だからその本格的な制作活動って言ってもさ、ものすごい膨大な時間がかかるの。だからその本格的な制作活動がみんながどこを指すのかっていうとさ、多分撮影の方だったりとか、その部分でしょ。 むしろね監督ってね、やって分かったんだけど、撮影始まったらやることないの。はい、 OK でーすとか言って、はい確認して、うんいい出来だっていうだけなのよ。その前がめちゃめちゃ大変なの全部準備するのが。だから制作活動はもうやってるよ。スタッフ集めて、お金集めて、演者さん集めて、脚本家集めてって、もうそういう感じ。だからね、結構ね、監督ってさ、どっしり構えてさ、何もね、やってないイメージあるでしょ。ってやることがないからなんだよ、あれ。つってチェックするだけだから。だからもうね、仕事はね、終わってるの。撮影が始まったら。むしろ撮影中、大変なのはスタッフさんなの。撮影中の大変なのは役者さんとスタッフさんなので、今度忙しくなるのが、その撮影が始まったらぶっちゃけた話で OK テイク出すまで自分で目で確認して OK だねっていう風に確認だけするのね。で、今度何が大変かっていうと、最後の大詰め、これが山場なんだけど、編集、もうこれは大変。要は出来上がった素材を30分にギューってまとめるわけよ。で、順番入れ替えたりとか微調整とかして、そのなんつうの、最後の工程でもうそれ終わったら、あとはね、映画館で頑張りましたって、2年間かけて作りましたって、見てくださいっていう。だからたったの30分なんだけど、俺からすると2年分凝縮してる感じだよね。2年間のその活動のすべて、それこそ配信で、この前初めて撮影現場配信で回したんだけど、そう。あ、皆さん、あとツイキャスも始めたんで、ツイキャスも見たいなと思ってくれる方は、ぜひひらがなで和戸監督、和戸で漢字で監督ね、和戸監督で小手半、全部、インスタグラムもフェイスブックもツイッターも YouTube も全部僕のアカウント和戸監督になってるんで、もしツイキャスとかも見逃したくないなと思ってくれる人はね、ツイキャスで和戸監督って検索したら、僕のアカウント出てくるんで、ぜひフォローしてください。あとね、ツイッターとね、YouTube の方もチャンネル登録お願いします。そこないと動けない。ぶっちゃけた話言うと、お金に関しては300万の予算でやってカメラを買ってるから、270万で俺の予算では回ると思うんだけど、多分プロの現場に入ってるスタッフさんがいるんだけど、多分間に合わないって言ってる。だからその辺の調整をどうかけるのかと、実際にあと270万集めきらないといけないっていうのがあるから、ちょっと焦ってるね。スタッフさんがもう6人集まっちゃってるのよ。で、スタッフさんも7人か、今俺入れたらあと13人足りない状態の。だからスタッフさん集めることと、お金集めることと、脚本を書き上げるっていう、これをもう本当に夏までにやらないとっていう状態だね。そう、編集がね、山場っすね。要は撮影までにこぎつける実力、要はお金集めて、人集めて、役者さん集めてっていうことができるっていうスタートラインに立つことが一個のハードルで、で、それができたら、まあ撮るのはそのなんて言うんだろう、プロのそのカメラマン、照明さん、役者さんたちじゃん。だからそれを今度まとめるっていう作業が本当の見せ場だと思う。見せ場っていうか裏方的なね。でもそれにはさ、自分が撮りたい映像の中で、例えばなんだけど、俺の手からブォーって炎が出るシーンを撮りたいとするじゃん。魔法使いが主人公でって。もうざっくり話してるよ。でも、その手から炎を出すには CG を作れるスタッフさんがいないと脚本ができないでしょっていう。
だから実はそのなんていうのかな、裏方的な話をすると、なんでスタッフさんを集めないと脚本が書けないのかっていうと、スタッフさんが集まった上でどういうものが作れるのか、自分たちが自分たちにどういう技術があって、どういうのを売りにしてどういうことを見せていく映画を作るのかっていうのをスタッフ同士で話し合うのよ。じゃあ CG できませんって言ったら、じゃあどうやってそれを表現するのか、脚本を書き換えるのか、いやでもこれは魔法使いの話だから火が出ないダメなんだって言ったら、そのそなんつうの、予算の中で技術の中でどうやってやっていくのかって、もうだからすごいテクニカルなのよ。じゃあ例えばさ、そこのシーンだけさ、その音だけで表現するとかもできるわけじゃん。クラウドファンディングはね、ツイキャスのキートスでやってますね。ツイキャスのキートスを使ってます。投げ銭、投げ銭じゃないや、キートスはクラウドファンディング。あ、やべえ、何分か忘れてる。これ何分だ、あと5分ぐらいでいいか。そうなんですよ、もうバッタバタなんですよ。ぜひね、本当になんかのアカウント、ツイッターとかもフォローしてもらいたいし、インスタとかフェイスブックとかやってる人はぜひフォローしてください。エアコン壊れてたって言ってた人は結構すごい人だった。いや、すごくないよ。いや、あのね、すごくはないの。チャレンジすることとか、演出的など素人、脚本は先って言うけれども、それってそうら、脚本家ありきの話じゃん。いや、あの順番はないよ、ペケペケさん。例えばたけしさん脚本ないし、そもそも脚本っていう概念がないのよ、たけしさん。だからたけしさんの映画ってどうやって作ってるかってもう考えられないんだけど、たけしさんが頭の中で考えてきたものを本番役者が集まってメモを渡すの。セリフが渡されるの、急に。でその場で覚えて、その場で演じるの。めちゃくちゃでしょ。だから練習っていう、本読みっていう概念もないし、脚本っていう概念もないの。だから一概には言えないよ。一般的には脚本が先って言われてるかもしれないけど、それってさ、商業ベースでやってるわけじゃん。そのスタッフがもう集まってる前提だから、例えば専門学校でいるとか、チームがあるとか、会社に所属してるとか、予算ありき、スタッフありきだから脚本。でも俺のインディーズの場合は予算とスタッフがないと脚本書けないんだって。それ会社に所属してるからの考え方なのでしょ。そう、インディーはそれができない。スタッフ集めるところからじゃないと。だから脚本ありきはそれは間違い。プロットはあるよ、プロットはある。要は原案みたいな。そう、ありがとう。大忙しだね、忙し。まあでもね、ずっとなんか頭に引っかかってて、子供の頃からやりたいことだったから、恵まれてるよね本当に。なんかね、でもいくつかこだわりはあるんだよね。こういうシーンは必ず入れるっていうこだわりはある。あの、ねえ、まあさん作家さんだもんね。こういうシーンは入れたいなっていうのは必ずあるね。あの、それこそ和道節じゃないけど、あ、和道っぽいなっていう。もう映画の中にその無駄なシーンってあるのよ。無駄なように見えて無駄じゃないっていうのかな。そうそうそう。そのこだわりたいところっていうかね。なんかその今年の抱負は、捨て頃
それからまあツイキャス、フワッチ、YouTube の3本の配信の柱、フワッチはフォロワー5000人に必ず達成したいなと思ってるのね。ツイキャスもレベル50にしたいなと思ってる。で、YouTube も3000人フォロワーアップの5000人。だからちょっと、配信的にはもう大手になりたいとかじゃなくて、力をゆっくりつけて、ワンステップ上に行くっていう感じかな。で、まあ、あとはやっぱりセゴロと映画だね。もうとにかく一番は映画。完成は来年だけど、今年の動きで完成の出来が変わるから、もうほぼ今年で決まると思っていい、映画は。もう正直言うとバッタバタになると思う。捨て頃後はもう地獄だよ、多分ね。捨て頃後はね、ずっとイライラしてると思うよ、俺。だからね、捨て頃後ぐらいにはね、高性能のパソコンも手に入れてたいから。なんでかっていうと、放送してる時間がなくなるのよ、俺自身が配信する時間がないから。だから編集画面とかを、もう作業とか、もう映像とかの編集画面とかを見せながら、もうやっていきたい。放送とその配信の両立をしないといけないから。だからまあ、パソコン欲しいね。だけど、収入源が断たれた状態で映画作れって言われてもさ、そんな無理じゃん。配信で生活してるわけだから。だからその課題をどうクリアしていくのかっていうのは自分の中では課題かな。自分の中の問題点かな今。結構焦ってるよ本当に。風船ありがとう。まあまあ、でもまあ今年の抱負ってね言ったけど、実は日常なんだよね。ただの俺の毎日なんだよね。目標でも抱負でもなくて、その普段取り組んでることと今やってることを連動してるから毎日。最近ね、だから映画のシーンとか夢で見るようになってきたもんね。ありがとう、空之助ありがとう、坂本ちゃんありがとうございます。坂本ちゃんなんか地元のあだ名っぽい、地元の友達のあだ名っぽいことはんのよありがとう、みんなアイテム、うん、まあどうなるかは分かんないよ正直。最後の最後までそれでねえ、じゃあ仮に完成したとしてもそれでいいものかどうかも分かんないわけじゃん。あのね、ゆっくりだけど時間かかるけど確実に達成するタイプ。意外と初突猛進型なんだけど、こうパッてやるって言い始めるけど、意外とやるときはじっくりじっくり重ねていくタイプ。でもね、今回うまくいくと思うよ。なんでかっていうと、トラブルがほとんど起こってない。あのみんな協力してくれて、なんかね、いろんな人が力貸してくれて、本当にすごくいい状態だと思う。これうまくいく流れだと思うよ。でさ、最初はさ、配信者にバカにされたけど、どこの現場に行ってもイベントとかで大手さんとかも、え、ワド本当に映画やってどんな感じなのとか興味持ってたりとか、え、俺出るから呼んでよとか本当に言ってくれてるから。多分ね、普通は役者を集めるのに苦労すんの。出演者を集めるのに苦労するんだけど、俺の場合逆で、スタッフさん集めるのに苦労してて、演者はね、もう、むしろ、多すぎるぐらいいるから、
めちゃめちゃいいよ。そこはありがたいよね。配信やってきて積み重ねてきてよかったなっていう、なんだろう、みんな出たい出たいって言ってくれてるから、なんかその出てくれる人と一緒にいいもの作りたいなと思ってる。じゃいただきます。ありがとね、空之助。坂本ちゃんもありがとう。 MC もありがとう。まあだけどさ、そのYouTube の動画とかと違うくて、その映画のいいところってさ、残るんだよ、映画として、作品として。ちゃんとインディーズあれなんであれ映画なの、その映画企画じゃない。ちゃんと映画館で上映してロードショーすることによって、出演した人たちも俳優になるわけよ。それってでかくない？配信者ってやっぱさ、私生活を垂れ流してお金儲けてるだけでしょっていうところって、絶対まだイメージが抜けてなくて、パフォーマンスとかさ、その喋りとかを一生懸命やってる、これがパフォーマンスなんだっていう評価ってないじゃん。もちろんプロリスは分かってるよ、長いリスナーさんとか、あ、これってちゃんと表現なんだって、すごいテクニックがあるんだって分かってるけど、一般の人からしたら素人芸なわけじゃん。それがすごい悔しくて、俺ら下手な役者よりも演技力あるし、その即興のパフォーマーとか芸人よりも面白いからこうやって人集められるんだっていう自信があるわけじゃん。だから正当な評価もっと受けるべきだと思ってた、配信者は、一般から。だからそこに対するなんか、ミニマリストある作家、そう、一生残るからね、作品は。いいものを作ったらね。いただきます。そうだからさ、そしたらさ、思い出になるわけじゃん。なんかリスナーさんもさ、思い出になるし、自分の好きな配信者とかがさ、俳優出てたらさ、見るじゃん、やっぱり。だからそういうなんか流れを作っていきたいなとか思ってるんだよね。せっかく配信やってるわけだから、なんかうまく活かしたいよね、自分の強みを。配信が好きだからこそ、なんかその配信者の底力を見せたいっていうか、能力高いと思うもん。正当な評価受けてないと思う。俺のことじゃないよ、自分のことじゃなくて、その同業の仲間たちが正当な評価を受けてないっていう。だからこの人たちはすごいんだっていうのを見せたいんだよね。ミニマリストアニ作家、
さん昔ブライダルモデルをさせていただいてましたが、写真として作品を残せたので幸せでした。ねえ、あ、ブライダルモデルやってたんだ。うん。LINE がいっぱい来てるね。ねえ、あ、じゃあブライダルのモデルやってたなら綺麗なんだろうね、マーさんは。うん、綺麗じゃないとブライダルモデルできないもん。イメージだからね、顔だからね。みんな初詣行った？初詣行ってこようかな、今から。もうで昼間成田山めっちゃ混むから夜中行くかも。あ、成田山行くんだ。めちゃめちゃ混むよね。まあまあ、ミニマリスト夜中行くのが正解だよね。30分以外は皆さん美しすぎる方々ばかりの業界でしたよ。ねえ、わかるよ。モデルさんとかすごい作りが違うよね、本当に。うん、ラインが止まらない。新年の挨拶ラインがすごい。うん、いやでも新年の挨拶こういろいろやり取りしてるリスナーさんってさ、なんかお母さん結構多いなと思う。主婦層の年代が多いなと思ってびっくりしてんだよね。なんかね、若いリスナーさんもね、結構あのもう子育てとかしてて年取ったなって思うよ、本当に。なんか置いてかれてる気分だよね、まだ子供っていう。もう6年もやってて配信、みんなどんどん置いてくんだよ俺のこと。働き出したりさ、学生がさ、中学生だったりすな、今大学生になってたりとかさ、なんか結婚したとか子供産んだとか子育てしてるとか、俺だけ何やってんだよみたいな。
全然成長してないの俺だけだからな。ん？あ、延長チケットいっぱいもらった。やった。あ、踏ん張りどころだな今。踏ん張りどころ。頑張らんと。ゆうやさん、そう思うと成長って怖いね。怖いよ。こんなさ、遊びほうけてさ、子供のまんまなわけじゃん。考え方とかも。地上並みのアホコメンテーターより賢いですね。いやいや、そんなことない。全然。だってもうさ、こんな部屋の中でここでさ、ずっとさ、ああでもない、こうでもないって吠え続けたらさ、みんなさ、出世してみんな仕事うまくいって、家庭持って、俺だけなんか取り残されてる気がするよ、本当に、うん、頑張らないとね。まあ、ミニマリストアニサッカー、サンワドオさんはクリエイターですので。いや、クリエイターっつってもさ、今リスナーさんのおかげでなんとか食わせてもらってるからいいよ、生活させてもらってるから。これ人気なくなったら終わりだかんね、本当に。もうどうしようもないクズが出来上がるだけだから。いや、だから今しかないよ、本当に。映画撮るなら、うん、ねえ、もう一本撮ってダメだったら才能なかったと思ってもう身引くしかないけど、一本撮ったのか撮らないのかっていうの違うじゃん、やっぱり。撮ったことあって言うのか、撮ったことなくて言うのか、全然違うから。だから絶対撮ろうと思って。レスラーさん配信者でたまに問題起こす人がいるのが残念です。問題児ばっかりだから作家さん、私自身周りに作家やモデルはいませんし、誰にも共感してもらえませんが、気になりませんわら。自分の生き方ができてるんだね。まあね、そりゃそうだよね。みんながみんなアーティストになれないもんね。アーティストだらけじゃ社会回んねえもんなだから100人に1人とか500人に1人ぐらいがちょうどいいんだよね、アーティストは。うん、うまい。っていうか昨日アラビキ団見たんだけど、アラビキ団めちゃめちゃやっぱ面白いのよ。アラビキ団最高だったんだけど、見た？アラビキ団、うん、アラビキ団超面白いよ。最後まで見てないんだよね。
さん配信者？うん、違う。テレビの深夜番組で、荒引き団っていう番組があって、東野幸治とかが司会やってんだけど、要はクオリティの高い芸人の笑いじゃなくて、すっごいもう素人みたいな荒引き、荒い芸を見せるの、荒い笑いを。でも、すっごく面白くて、要は、なんかこれ素人じゃねえかよっていうような笑い なんだけど、そっから売れた人っていっぱいいるの。春の愛とかがそう。春の愛の、めっちゃホリデーとかは荒引き団出身なのね。調べてみる。いや、荒引き団めちゃめちゃ面白いよ。で、今年、復活番組があって、なんだ、3時間特番かな。荒引きグランプリっていう。めちゃくちゃ面白かった、荒引き団。結構、有名な芸人さんも出るの。品川庄司の庄司だけが出たり、ピンで芸やったりするの。荒引き団は面白いよ。あ、でも、なんか、結構尖った笑いだから、あんまり、なんか、ミニマリストアニ作家、サン・荒引き団の皆さん、超面白いよね、荒引き団ね。面白いですよね。荒引き団最高に面白い。なんか当たり外れがすごく大きいから、外れの回とかはもうただクソつまんない芸見せられてるだけなんだけど、時々天才的に面白いやつとかいるの。だからそういうなんかね、たまにとんでもない天才が現れた時にめちゃめちゃ面白い。よろずさんこんにちは。なんかその俺昨日見たコントですげえ面白かったのが、なんか男のコンビなんだけど、一人が彼女役で、なあ、ごまかさないで聞いてくれよ、ごまかすなよとか言って、なんかふざけてんの、女の子がずっとっていう、なんか変な入りのコントが始まって、なんかずっといや、ごまかさないで聞いてくれって男の方が言っても、女の子がねえとか言って、ずっとなんか ずっとなんかおちゃらけてごまかしてて、でそっからなんかどう展開していくかっつったら、年金の未払いの手紙が来てたよ、幸子ちゃん年金払ってないでしょみたいな流れになってで後半なんか年金についてバッチバチ語り合うみたいな、すっげえ面白かったお家とかが。あ、よろさんどうもこんにちは、よろしくお願いします。めちゃめちゃ面白い。よろずさん、一倍。おー、ありがとう、よろずさん。まあ、ミニマリストアニ作家、さん、わらわらわら。すげえよかったよ。あ、部屋温まってきた。部屋がめちゃめちゃ寒くてさ。ありがとうございます、よろずさん。サノッチだ。サノッチ痩せたな。まあこんな感じなんだ。
でもやっぱ今年の年末一番話題になったのは雷神だよね。メイウェザー。あとで見てみよう。最後の捨て頃頑張りますよ。ぜひね、新木場ファーストリングでやるんで、6月の23かな、最後の格闘技なんで、もう多分ね、捨て頃が復活したとしても僕出ません。もう本当に格闘技最後にするんで。面白いでしょ。そうそう、結構ね、俺ら同世代の、多分ね、MC と俺同世代だから、あの中学じゃないな、高校ぐらいの年齢の時やってたんだよ。古い番組だ、結構、うん、夜中にやってた番組で、もうめちゃめちゃ面白かったよ。うん、ぜひね、あの最後のイベントボクシング見に来てください。がっつりぶん殴り合おうと思ってん、うん、よろしくお願いします。今年の6月、チケットはね、多分ね、まあいつもね、1時間とかローソンとかセブンイレブンファミリーマートとかでチケットピアとかで買えるんだけど、1時間とかですぐ売り切れちゃうから、もし来たい人は早めに予約しといてください。じゃあちょっと僕、さっきいろいろごちゃごちゃやって工具とかが散らかってるんで、部屋かと散らかってるんで、ちょっと部屋片付けたりいろいろやります。皆さん今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。